皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、サイテスの話をしたいと思います。サイテスというのはワシントン条約に規制されている生き物たちの話のランクの話なんですが、このまたまたもですね、この度サイテス2になりました。その他にハラガケガメとかですね、それから、今回アクアハウスで飼育している生き物たちでサイテス2になってしまった生き物をですね、ご紹介していきたいと思いますね。でサイテスには寄生しないと、そのまま絶滅の危機に瀕している生き物ということになりまして、輸出国に寄生が入るのでワイルドはなかなか入りづらくなるのと、値段が上がってくるのではないのかなというふうなところでですね、今慌てて購入している方も結構いるようで、またまたの小さい子たちなんかはですね、結構駆け込みで購入される方が増えているようにお話を聞いてます。で、私も前々からまたまたはサイテスに入りそうだという話があったので、ちょっとですね、もともとまたまたが大好きなので、ちょっと今年に入って増やしているんですけども、こちらのハラガケガメなんかもですね、サイテス2に入ってしまいましたので、結構ですね、ジャイアントマスクタートルなんかも引っかかってきまして、カメはかなりですね、規制の対象が増えてきた感じですね。ただですね、私自身サイテスに関してある程度、大事な生き物たち、絶滅の危惧に瀕している生き物たちに対してですね、規制がかかった方がいいんではないかというふうに思ってるんですね。どちらかというと、国内の法律の例えばガーがですね飼えないとか、そういう、例えばワニガメがいろんな規制がかかってるとか、そっちの方はですね、本当にマナーを守って飼育していれば問題がなかった話なんですが、一部のマナーの悪い方が放流してしまったりとかして、そういう問題が起きてしまうと。で、逆に世界的にですね、絶滅の危機に瀕している生き物たちに関しては多少規制をしてですね、絶滅を避けていくというのが重要なのかなというふうに思いますので、多少値段が上がってきても、これは私なんかはこの大頭ニオイガメなんかも引っかかってきてるんですけども、コレクションでいっぱい買うのが少しそのボリュームが減ったりとかして高くなっちゃったんであんまりたくさん買えませんとか、大事に買う分にはですね、そういうことになると思いますけれども、それはそれでですね、生き物が絶滅しないということであれば、大事なことなんではないのかなというふうに思いますね。できれば、アジアアロワナみたいにですね、マイクロチップとか入れて、世界的に観賞用として、まずアジアアロワナなんかは絶滅しないと思うんですよね。観賞用で広くCB 個体が普及してますので、そういう形でこういうカメたちもですね、ペット用に繁殖がなされて、絶滅しないような方向に向かえば、本当の意味でワイルド個体が少なくなっちゃったとしても、CB がですね流通するということで、種の保存ができたらそれはそれでいいんではないかなと思いますね。だからむしろワイルドを規制して CB をどんどん普及させるというのが、非常にいいのかなというふうに思っております。ただ一方でね、私もそう言いながらこんなワイルドのまたまたを今3匹購入してますけれども、ここのところ、ほぼ今飼ってるまたまたは大きいの含めた全部ワイルドなんだと思うんですね。なんですけれども、この辺が今後ね、どういうふうに影響を受けるのかっていうのは分かりませんけれども、私としては満足なので、これ以上増やすというのも、機会があれば増えることもあるかもしれないですが、いずれにせよ、最大限大切に飼育していきたいなというふうに考えておりますので、サイテスに関しては、多少の規制は必要なのかなという立ち位置で、これからもペットの飼育を楽しみ、かつ種の保存に何かしらですね、繁殖にチャレンジするとか、協力をしていけたらなというふうに自分自身も思っております。ということでですね、今回いろんなカメがですね、規制の対象になっておりますので、いろいろとですね、皆さんも考えるところがあると思いますけれども、とにかくペットとしてお迎えしたら、当然ながら逃がしたりせず生涯全うできるように、もし飼えなくなった場合は信頼できるですね、このペットの愛好家にまたお譲りしたりとかしてですね、
まあ、とにかくずっと誰かがしっかり買うという形を取る責任を全うしていただきたいなというふうに思いますし、私自身もそういうつもりで飼育をしていきたいなと思っております。アクアハウスチャンネル、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。この子は大人なんだろうか。いや、もう大人だろう。